どうも皆さんこんにちは、マグナムトリオの神田裕也です。拓潤一郎です。梶原和弘です。普段はですね、やっぱり3人ともそれぞれ仕事してますから、こうやって一緒に会ってゆっくり時間を取るってことできないんですけども、今日はたまたまね、こう時間が取れましたので、私が普段メンバーに聞きたいなんてことをこうやって聞かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。この前ショパンコンクールがあって、いろんなところで SNS なんかに話題になったと思うんですけども、でその時にみんなが盛り上がって、あの人はどうだった、あの人はこうだったって、まあ好き勝手言うんですけど、それはいいと思うんですよ。でもそうした時に、あの一つの SNS のメッセージが私が見てて、ああなるほどと思ったんですけど、例えばショパンがこの曲のここの部分で祖国の英雄としての音を出したとか、ポーランドの土の匂いがするとか、ジョルジュ・サンドとの愛をここで描いたんだみたいな、そういう風なことをみんな勝手に言うんですけど、果たしてショパンはそれ考えていたのかっていう、そんなことが SNS に書いてあったんですね。だからやっぱり曲を作るにあたって、その自分が作ったものが演奏家によってまあ良くも悪くもどんどん変えられていくっていうことだとしたら、それは曲作る側としてはどう思うんでしょうか。それはしょうがないですよね、演奏変わっちゃうのはね、うん、だって自分の思い通りの演奏ができたところで受けるとは限らないじゃないですか、うん、だから作曲家っていうのはレシピを考える人で、演奏家っていうのはそのレストランで調理する人でしょ、うん、で工事現場の人がバーッと入ってきたら、やっぱ塩は足さないとダメなんですよ。だから、あ今日はこういう現場だからちょっと濃いめだなっていうのと、あこういう方たちは薄めでも全然いけるっていうのを判断するのは演奏家だから、それを作曲家の、ね、書いた強弱記号とかテンポとかそういうのでやられちゃうとダメじゃないかなと。なるほど、思います。じゃあその時その時とか、いやそういうので演奏家が、まあ、ある程度変えていいと。そうです。あまりに逸脱している時どうなんでしょうか。まあだからそれは違うよねってはなりますけど、うんね、でもそれもやっぱお客さんにね、だからその名前を使うかどうかですよね、作曲家のね、うん、これが寿司ですって言って、うん、マヨネーズブーってやってブルルルル寿司ってやられたら違うってことにはなるじゃないですか違うっていう風に、うん、なるなるなりますね。やっぱそれは違くないかなっていう立ち位置もありますけど、世に出ちゃったらしょうがないですか。なんか演奏家でいい演奏を目指すってなると、やっぱりベートーベンがどう思ったかっていうのを一生懸命考えるっていうのがなってきますけどね、うん、そうすると我々にとって一番いい演奏っていうのはベートーベンが想定したものだっていう前提で我々音楽を作るわけですけども、そうです、ね、確かにそれがお客さんが求めてるかどうかはわからないところはありますね、うんうんうん、ただクラシックの曲演奏する場合、楽譜がやっぱり残ってるじゃないですか。で逆に言えば楽譜しか残ってないわけですよね。でそのベートーベンなんかはベートーベンの演奏が残ってない以上、それをリスペクトするっていうのはごく自然なことで、それが書いた意味を探っていくと、その時代背景につながっていったりとか、そういう解釈、その、まあ、拡大解釈かもしれないですけれども、そこにショパンの悲しみがあった、ベートーベンの悲しみがあったっていうふうに解釈していく過程の一つとして、あの解釈があってもいいんじゃないかなとは思います。これはもうフルートの由々しき問題だけど、例えばさ、バッハとかモーツァルトとか、その時代の人っていうのは現代のフルートではやってないわけでしょ、うん、じゃあやっぱリスペクトするっていうと、当時の楽器で当時のスタイルでやった方がいいかっていうと、当時の楽器だとやっぱ性能が悪いからさ、全然違うことになっちゃうじゃん、うん、でもそれはさっきのレシピの話になるとさ、昔のさ古風なネギで作ってたやつを、なんか紫玉ねぎかなんかでもう全然ち、うん、作ってこういう料理ですよって出したら、まあ、まあ違うわけだよ ね、 そうですね。だからもうそこはもうリスペクトっていうのはなしにして割り切んなきゃいけないよね。もう、うん、おいしければいいのよっていうふうに、無理だと思うんだよね、その昔のそのまま再現っていうのは、うん、そうですね、お客さんに食べさせておいしいって言わせるのね、うん、まあ、楽譜自体あやふやですからね。その、まあ、全ての情報が楽譜上にはないわけじゃないですか。だって音じゃないわけですから。その何かにトランスレーションされてるものが楽譜なわけですから、まあ、そこから読み取れるものの幅の広さっていうのが、まあ、面白さの一つだと思いますけどね、うん、まあ、逆に言うとね、そうなってくるとあんまり書かなかった作曲家の方が面白いって本になってくるよね。あ、そうですね。バロックなんか何も書かれてないですからね、うん、作曲家の用意した手がかりがあって、この広い範囲の中で演奏家が、まあ、適切な解釈を選んでやると、うん、そういうのが演奏家の仕事ってことですね。まあ、そうですね、うんうん、